もう DLC が出る。だけど、やばい情報を聞いた。なんと血の君主モーグのクリア率が半分以下を切ってるらしいじゃないか。血の君主モーグを倒さないと DLC エリアには行けない。ってことは DLC エリアに行けない奴らが半分以上いるんだよ、ユーザーの中で。覚悟はできたか？わ、まだか。できてるぞ。全然できてるぞ、俺は。慌てるんじゃない。おお、慌てるんじゃない。一休み。おお、一休み。すごい、ハゲてるね。ここじゃない。ここじゃないな。ここからはいけないんだよ。おそらく勇気。あるいは強敵。お、いいね。俺は敵にならないけどな。今日はみんなの味方だから、マジで。うん。今日の企画はですね、なんと、モーグ前のお手伝いをしようかなと思って。うん。もうある意味ね、エルデンリングの動画、僕の動画何本上がってるか知ってますか？頑張れよ、ガゴミ。そのエルデンリング界グラビアアイドルガゴミ。何に対してこれ頑張れをしてんだ？多分なんかメッセージがあったのかな？ありがとうな、ガゴミ。DLC 来るな。で、まあ、400本近く上がってるんですね。400は超えてないかなぐらいなんですよ。まあもう400本動画上げてっからな。ん？なんだ？うん。うん。あれだね、発作が出てますね。この先キノコはないぞ。しかし勇気はまだか。いや、キノコはないんだよ。円卓には。ずーっとみんな書いてるけど。この先勇気があるぞ。ところで覚悟はできたか？あれ？なんだ？この人かと思ったら違ったわ。サインが動き出したのかと思っちゃった。キノコ。だキノコって何やで、だこれキノコ何なの本当に。うん。だ、まあ、ある意味、もう自称プロと言っても間違いないんですよ。だって動画400本近く上がってんだよ。その俺が、モーグを倒して、DLC エリアに導かないでどうすると。癒しだと思うだろ？しかしこの先、見張りがあるぞ。あ、見張りくんも帰ってきたね。見張りくんも帰ってきた。ああ、スタミナ切れよ。このタコ頭はどう見てもあれだろう。どう見ても YNS メンバーだろ、あれ。見たことあるぞ。見張り。お、見張ってくれてね、いいね。ビアちゃんを見張ってあげてくれ。なあ、キノコ族がいっぱい現れるから、見張ってあげて。来た来た来た、いっぱいあるな。キノコだよ、どうせ。二人組。全然二人になってない、うん。全然いいよ。そういうのがいいんですよ。慌てるんじゃない。おお、慌てるんじゃない。一休み。おお、一休み。これもしかしてバトル王将か？なんかちょっと怪しくな、これ怪しいな。これバトル王将じゃないか？なんかバトル王将感あるんだよな。最初にもいたもんね。バトル王将ボイスで言ってみる？慌てるんじゃない。おお、慌てるんじゃない。一休み。おお、一休み。喧嘩やめなさい。バトル和尚だったな。そんなバトル和尚もいる、こちら、マルチプレイ、グループ合言葉、YNS というものをね、作ってます。よかったら入ってみてください。小文字で、YNS です。円付きのメッセージがね、たくさん見れると思いますので、PS4、PS5 はもちろん、PC もね、よかったら入ってみてください。狭間の地、各地に大量にあります。DLC エリアもね、多分ね、DLC エリアをジャックするんじゃないかっていうぐらい書かれると思うので、よかったら楽しいと思うんで、ぜひ。いや、血の君主モーグ様、すごい強いよね。僕なんかでは絶対に勝てない存在だ。たまには、ああいう人に勝ってみたいな。いや、無理か。白金人の僕なんかじゃ、絶対に勝てるわけないんだよね。というわけで、ちょっと気出しになっちゃうんですけど、今日はこちらの装備で遊んでいきます。素性を隠して、白金の覆面と、汚れたチェインメールでね、白金人になって、先ほどの白金人のね、思いを叶えていきたいと思います。で、神秘はね、相変わらず99、もうギリギリまで99で遊んでますけど、99なので、こちらの武器、波紋の剣プラス25でね、モーグのお手伝いをしていきたいと思います。で、一応、改めて、おさらいまでにどれぐらいの威力があるかお見せしておきます。やっぱね、こう建物持ってないとね、白金人にならないから。だから持ってたんだな、お前って感じだけど。
いきますよ。これで鮮魚ぶちゃっていくと。間違えた。はい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 。こうです。いけちゃうんじゃない？白金人。この白金人ならば、モーグを倒せるんじゃないだろうか。まあ、強力だけどね。キノコだと思うだろう。いや、キノコなんだよ、まず。君はキノコなんだ。ただ、キノコって何なんだ？結構あれだよな。肩に背負ってんだよな、波紋の剣な。なんかでかくない？敵の剣の方が。波紋の服装はまあそのままだとして、波紋の剣がなんかでかいな。敵の方が。なんかでかくない？なんか俺の方がなんかサイズがちっちゃくなってんだけど。あ、ちょっとなんか体験バージョンの方がいいな。でかくてかっこいいんだけどな、あっちの方が。さあ、じゃあね、書きましたんで、これちょっと待ってみましょう。もうどっからどう見てもね、ルカちゃんには見えないでしょ、これね。白金人ですよ。さっきの白金人がね、戦いのお手伝いに来たとしか思えないでしょ。ちょっと数分待ってみます。早っ！めっちゃ早い！ 20 秒ぐらいで来たぞ。やっぱみんなあれだな。モーグを倒せないで嘆いているんだ。よし、行くぞ！白金マン。ここは倒すぞ。さあ、来ました。あれ？なんかルカティエルコーデみたいな子来たな。こんにちは。いやー、どうも。白金人です。あ、もう行く、もう行くんですか？ちょっと、心の準備が。さあ、お手伝いしますよ。はい、スポーン。任しておいてください。お、どういう戦い方ですか？お、黄金獣に力を。ありがとうございます。さあ、行きましょう。ここは勝ちますよ。ソイさん？ほう、いてねなんかちょっとラグいな。大丈夫かな。お、出血入りました。さあ、ここで危ない。ちょっと待って待って、早くない？もう飲んどこ、一回飲んどこ。はいはい、いきます。ほい、届かないね。ちょっと届かない。もうちょい前行くぞ。ほいほいほい、いいよ。入ってる入ってる。ほいほい、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってる。やばいやばい、シックス。危ない。ニーフラ来る、ニーフラ来る。そろそろニーフラ来そうじゃない？あ、来てる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 。はい、飲んで。はい、行きます。はいはい、オッケー。あ、死んだこれはなかなかに辛い戦いかもしれないな。これに変えました。ちょ、武器いろいろ試すしかないな。助けてくれ。ところで帰りたいやっぱこれなかなか辛い戦いなのかもしれないな。ちょっと本気出さないとこれ多分クリアできるまで終われませんになっちゃうな。来た来た来た。このままではね、DLC 難民が増えてしまうから、俺が何とかしなければいけない。この白金人で。お、チーカワ持ったマレニアタン。尖ってるな、おい。尖ってるね。よろしく。あ、ちょっと探してんのかな、人をね。あ、来た来た来た。二人来たぞ。これいけんじゃないか。よろしく。よろしくよろしく。おほー。めっちゃ、おー、すごいすごい。めちゃめちゃ本気ですね。あ、すごい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 。バフもりもり。助かる助かる。いきますか。よし、行きましょう行きましょう。そ、ここに俺は、野蛮な方向を入れてくから。野蛮な方向を入れてくから、俺はここで。行きます。ここで野蛮な方向を入れていく。さあ、まずは、一発目は俺ではないな。ここで強攻撃決めていく。はい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 。はいはいはい、野蛮な方向を決めていく。すごいすごいすごい。え、ちょっと待って。おめでとう。 DLC 行ってきてくれ。おめでとうおめでとう。祝砲だ。うわー、いってらっしゃーい。めちゃめちゃ瞬殺だったな、ほんと。やばいな、今の。やっぱ俺の野蛮な方向聞いたんじゃねえか、この白金くんのな。白金くんの使う野蛮な方向が聞いたんだと思うよ。すんごい顔してな。全然モーグ拾われないからラダーン来たわ。ラダーンやったろうぜ、一緒に。おお、強そうだな、おい。本気の職人みたいなのがいっぱいいるな。さあ行きましょう。ラダーンもね、DLC にね、行ける条件の一つですからね。俺かな？俺じゃないね。はい。
さあ来ますよ。俺じゃないかな、俺かな、俺かな、俺だ、危ない。俺でしたね。俺かな、俺っぽ、俺っぽ、俺っぽ、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。さあどっちかな、どっちかな。怖いよ怖いよ本当に。さあ近づいてって、ラダー祭り、マルチプレイ、マルチプレイ初めてるかもな俺、ラダー祭り。火を、力を、そして保持する方向、野蛮の方向。さあ行きます、主頑張れ。さあここで近づいてって、一気に強攻撃。あーちょっと外した。さあ近づいてって、いてててて、巻き込れる。さあここで強攻撃、ちょっと届かない届かない、武器が短すぎます。 OK、 はい。ごめんよー。ん、なんかメンバーメッセージが浮かび上がってきたな。この先勇気はないぞ。おい、ゆるキャラくん、こんなとこにも書いてあるの。そう、クリアしちゃったからね。基本はないぜ、ラダー祭りは当分。ん、これもメンバーだな。この先やめておけはないぞ。今は落ちないぞ。てかさ、このさ、水の上に書いてんのどうやってやってんのこれ。めっちゃ書いてあるけど、実はあれなのかな、見えない床が点と点として存在してて乗れるみたいな感じなのかな。明らかにおかしいよね、これね。海の上に書いたんだよ、メッセージが。しかも、めちゃめちゃあるよね、この数ね。なんかこれ、仕組みがあるんだろうな、きっとな。ラダーンと、え？ラダーンとモーグを行ったり来たりすると拾われるかもしれん。え？壺？え？すごい、めっちゃかっこいい。ちょっと、すごいな。あれ、この人あれじゃない？セルブスじゃない？セルブスっぽかったな。まあ、行きますか。頑張るぞ。今回は死なないからね。頑張るからね。あー、すごいすごいすごい、セルブスが。セルブス当たってなくない？それ。あんま当たってない気がするんだけど。当たった当たった。結構かすってる程度の。もう使うよ、これ。高速具。はい、高速したよ、高速したよ。はいはい、高速しました。はい、はい、はい、はい。これリーヒル来るぞ、急がないと。はいはいはい、強攻撃、強攻撃入ってる。やばい、これ来るな来るな。飲もう飲もう、飲んどこ飲んどこ、死ぬ死ぬ死ぬ。ほっ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 、痛い。あぶねえ。危ねえ、俺危なかったの今。お主主主主、壺を気をつけて。あー、壺なんとかとどめさせ、このままとどめさせ、とどめさせ、とどめさせ。くそ。むちゃくちゃだ。あれから全然呼ばれなくなったからさ、元に戻したわ。ツリーガード先輩と遊ぼうかなと思って。フレイルで遊んでいこうかなと思ってね。もう今日は自由にやらせてもらおうと思って。はい、戦機くるくる、ダメだな、くるくる入んねえな、これなの絶対。一発釣りガード先輩、釣りガード先輩にお世話になったからね、エルデンリングではね。くるくる入んないな、やっぱり。いや、引きでこれ来た時に引いてから、これぐるぐるいってみようか。入ってる入ってる、めっちゃ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 入ってる。ハハハハハハ、いててててて、めっちゃ入ったな今。引きで行くと入るね。引きで行こう、引きで行こう。引いてダッシュ攻撃を後ろに回避してくるくる入れよう。それが一番いいかもしれない。引くとね、絶対ダッシュ攻撃してくるから、こいつ。こうやって引くと、これこれこれ。これ後ろに回避して、ここでくるくる。引っかかるし。めっちゃ、すごいすごい、いててててて。くるくるめっちゃ入るな。これなんでフレイルだけなんだろうね、この戦機ね。この戦機さ、戦杯で欲しいよね。これ固有なんですよ。あ、ほらほらほら、殺せる殺せる。殺せる殺せる殺せる。くるくるでさ、撃墜しようか。多分来るはずだから、こっちに。ダッシュでね。撃墜したくね？じゃ、撃墜しようぜ。来た！くるくるで近づいていく！いやー、ちょっと撃ち落としたかったな、今な。惜しかったな。ん？なんだこれ。洞窟を目指せ。超高師の隠し洞窟だろ、これ。もう何回行ったか分かんねえよ、俺、これ。まあ、いや、行くか。
おこれ何回言ったか分かんねえよ俺この超高所の隠し洞窟マジで。硬っ、めっちゃ硬いんだけどこれ、めっちゃ硬い最終的にクルクルの回になってんな。クルクル強いからな意外と。強い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 、いいねいいね、地味にいいよねこれね。いいね正確には鎖回しって技なんだけど、じゃあ行くか、まあ、パッとここ行って終わらせ、終わりにするか今日。仕方ねえな、行きますか。超高所の隠し洞窟も何回行ったか分かんないよ。多分ミランダなんとかみたいな花があれボスなんだ確か。確かそうだよ。しょうがない、拾われないからさ、全然拾われなくなっちゃった。時間帯が遅いのかもな俺な、夜中にやってっからさ、やっぱ昼間のあれだよね、いや昼過ぎの夕方とかがやっぱ一番拾われるのかな、そんな気がするな。あ、何いるかちゃん、ちょ、分かってるよ分かってるよ、ここにサインだまりあるよって分かってる、今指さしたべ。イルカちゃんちょっと待ってよ、エルデンリング、こいつくる、お、いきなり来た、くるくるで行こうぜ、くる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 、はははは、強いな、やっぱ強いな、神秘ついてるから出血が強いのかなこれ、どうなんだろう、特にちょっと今回特に検証しないでやってるから、いや強いなフレイルな、でもこいつにはちょっと微妙なんじゃね、あ、あ、ちょっと待って、あぶらぶらぶら、こっち行って、はい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 、ロックいらないロックいらない、自分でこう武器を変えれるからこの武器、やばいマジかよ、ちょ、この毒めんどくせえな、だからここでやっていく、毒入ってなくない実際めっちゃ強だねこれこれスタミナが続く限りいくからな、スタミナと FP が続く限りいくからな、めちゃめちゃ強いなこれ、やっぱりこんな洞窟にもサインあるんだな、下をご承認あれ、宝箱を目指せ、ありがとう、こんなメッセージあったっけ、できる、いないか、はい、ドッスンコセンキュー、生き壺の葉かけら、これ何に使うのこれ、あぶねえ、マジかあいつ、やばいってそこにいんの、やばいってマジで、そこハメでしょ普通に、ああ、ちょっと待って、ここはもういいか、行っちゃうか、この先宝箱あるぞ、宝物があるぞ、あ、宝箱ね、取ったセンキューセンキュー、それ取ったわ、飛び降り取った、ありがとう、もう行くわ、ちょっと毒がすごいから本当に、あれこんなだったっけ、うわなんだ、キモ、何こいつ、キモくねえか、え、待て、どうやって倒すのこれ、やばい、ちょ、これ無理じゃない、これ倒せんのこの状態で、いや、こいちゃい、はっ、逃げろー、だぶねえ、危ねえ、あいつ遠距離で倒すのかな、まあ、戦技の飛ばす系だよね、まあ、いや、パッと倒しちゃいますか、もうね。もう縁も竹縄ですよ、今日。結構ね、長時間撮影してるんですよ。全然、ダメなパターンが多かったけど。行きましょう、もうね。ここはね、壺をくん出して。危ない。壺頼みますよ、そいつ。こいつ。こいつ頼む。マジで。そっち行ったか、ミランダの方行ったか、お前。ミランダの方行ったから、壺。一回逃げるわ。逃げて、もうすっぱだか同然だから、ナイス、それでいい、それでいい、俺がこっち行くから、任しとけ、はい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 、くる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 、いてくるくる、なめんなよ、はい、くる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 、いてその繰り返しじゃねえか、意味ないから潰すのとか、マジで体で、はい、ドキーン来ました、ドキーン、はいはい、そしてこいつもう一人、はい、大盤振る舞い、行くぞ、あ、壺大丈夫か、はい、くるくるよくやったわ、ほら扇風機ほら暑いから涼しいだろ結局あれこれ考えたけど、いつもと同じ流れになったな、いや見えてんだってルカちゃん、俺マジじいさんじゃねえからさ希望はまだか。だからこそ教会を目指せ。またか。なんか仕込んでんだ、これ。今日も俺でも結構取ってるからな。キノコ。ここだ。生えてないんだって、そこ。
まずはしゃがみ、しゃがみ。排泄物の時間だ。やめなさい、ここで排泄物すんの。どんな見た目してんの。女子かよ。女子やめなさい、本当に。女子なんだから。勇気の予感。ここに来るよ、俺は。来るけど、DLC の時はここ来ないかもしれないよ。わかんないけど。で、なんか書いてあんの、こっちに。これはなんだ、やはり何かか。何その思わせぶりなやつ。こっちにもなんか書いてあるぞ、多分、絶対。ほらほら、書いてあった。これ俺のサインが書いてあるからね、この辺に書いてあるんですよ。まとめて。うわ、おとととと、こっちか。キノコだと思うだろ。やめなさい、その、この台の上で。これ初心者、初心者のためにあるから、これ。もう君たちには縁のないものだから、これ。うん、もう君たちにはもう、当分縁がないよ、これ。うん、新キャラ作った時だけでしょ、縁があるの、これ。いや、それでも縁がないかもしれんな、君たちには。これなんだ、ちょ、ルカちゃん、ちょ、頼むよ、ほんと、尺もそろそろだから。エルデンリング。これか。いや、ルカちゃん、なんで。いや、おかしいでしょ、絶対。立ち上がったんだけど。ちょっとやめていいから、その、なんかその、なんか、振り長くしなくていいから、ほんとに。三角しか押さないから。はい。ゆ、き、あ、さっきの振りこれだったのか。ありがとう。すごい難しいメッセージをね、彼は書くんですよ。彼なのか彼女なのかわからないけど。ものすごいメッセージ、高難度メッセージを書くね、人なんですよ。あれ？これは？これでもやはり何かがはさ、多分俺が前回もう読んだやつじゃないかな。ここにあるやつだろ？で、あの上に書いてあったんだ。これ読んだ、これ読んだぞ、俺。これ多分。あ、なんかあった。ヘリに。あれか。まずこれね。諦めるなの時間だ。それはね、多分ね、前回読んだんですよ。あの上に、あの柱の上に書いてあったやつがね、俺が一発で読んだ。これでしょ？次は。ああ！うまくねえ、でも俺。めっちゃうまいっしょ？これは？勇気の時間だ。つまり俺はやった。ん？ああ、でもこれ、あれがさっきのやつかな、多分な。さっきのやつっぽいな、多分な。で、このヘリの上のやつが、これね。ああ、くそ！こうよ。見てくれよ。めっちゃうまいだろ。勇気はまだか。ところで、やはりキノコか。やめなさい、ほんとに。ほんとやめなさい、マジで。もう、あなたたちね、ほんとね、DLC エリアにね、キノコキノコって書くんじゃないよ、ほんとに。振りじゃないから、勇気キノコとか書くって、わけわかんないからね、多分、あの、縁ついてない人が見たら。うん。まあ、振りだぞ、これ。